はい、こんにちは、勝間団です。さあ今日はですね、まあサムネにもある通りなんですけども、ガオレもう撤去されちゃいました。なので作っちゃおうという企画でございます。家にねガオレの筐体を作ろうということで、こちらに大きめの段ボール2つと、画用紙と、まあ、ペンが必要だったらこちらに色ペンがあるので、ペンとまあハサミ、まあ、こんなんでちょっとできるかどうかわかんないんですけども、やっていきたいと思います。こちらはね印刷してちょっとお借りしました。ネットプリントで印刷してきました。さすがにねこれの方がいいかなと思って、やっていきたいと思います。まあ方法は切って貼るだけ、ほんとそれだけ。映像が見えるかどうかは無理です、さすがに。なのでそこはなんとか考えたいと思うんですけども、あとボタンは100均でライトを買ってきました。まあこんなんでいいかなと思って。でここにね単4の電池を3本挿すとライトになるので、まあ一応光る。ああいいね、すっごい眩しい。これライト強いねこんなライト強いの、めっちゃ光るやん。まあなしでもいいかな、正直なしでもいいなこれはい、ということで、何時間かかるかわかんないですが、やっていきたいと思います。ちょっと計画性全くなしでやりますのでご了承ください。戻せなくなっちゃった。はい、今とりあえずこの上の部分だけ作りました。で下とちょっとつなげた感じになるんですけども、下はねもうちょっといろいろ貼ったりいろいろしてつけたいと思います。でここは何かっていうと、 iPhone を入れて iPhone で撮った映像を流せば一応ガオレできるかなと思って開けました。さあということで、ある程度表が完成しました。ちょっとでかすぎたねこれ、むずい。うん、なかなかいい感じにできてると思う。あとは上頑張って作ろう。最悪だ、取れてなかった。めっちゃやったのに取ってたつもりが取れてませんでしたね。まあ、あとちょっと上のとこと横にポケモンって文字入れて完成になります。てん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 、はい、できました。自宅でポケモンガオレということで、なかなかクオリティが高く仕上がったんじゃないかなと思います。まあ、もちろん液晶はね映りませんけどもまあまあこれはね次の動画でどうやってやるかちゃんと見せます。ちょっと横のポケモンって文字はねもう入れれなかったんでご了承ください。実際にねどんな感じかやってみましょう。はい、ということでいつもと撮ってる位置みたいな感じで撮りたいんですけども、まあなんせちょっとサイズが違うもんででもすごいしっかり100円って入りそう。100円入れます。でちゃんとここもちょっと動きます。ちょっとでかいですけどねモンスターボールね、明らかに。でボタン連打できます。連打できる。そしてなんといってもここ重要です、ディスク、ポケモンディスク入ります。ディスクセットできます。すごくないですかセットできるようにしました。ガオレパスも一応置けます。QR は読み込みません。ディスク変えることもできます、抜けるので。でここにもディスク置き場置けます。立てかければ
ちょっとこれやるとぽいね。本物っぽく見えるね。すごいね。まあそんなこんなで結構上手にできたかな。でもね、制作時間が2時間半ぐらい。でもお金は2000円かかってないですね。全部で2000円かかってない。ちょっとモンスターボールは別で、ある家にあるモンスターボールを使ってください。皆さんもね、作るときはボタンは100均で売ってました。ライト、あとは段ボール2つでかいのと、画用紙は画用紙買って、そんなに高くなかった。あとペンとかだね。まあでもあるものでできます。でこの印刷も80円でできましたし、あるもので、あとディスクもしっかりとこちら下の方取り出し口になってるので手が入れて取り出せます。はい。なのでまあそんな感じかな。とりあえず今日はもう、ま、動画を公開しなければいけないので、とりあえずこれまで作ったよっていう、それだけです。あ、でもぽいね。いつもやってる画角だね。これだとちょっと細な、ちょっとキュッてなっちゃってるけど、これいつもと同じだね。家でポケモンが俺できる。じゃあどうやったらできるかっていうのは、まあもうそこにね答えが書いてあるので、次の動画でお楽しみください。まあ、ちょっとこれ子供に見せたらどういう反応するか、ちょっと撮ってみよう。何、目指さ、目指さじゃないよ。何これ、ガオーレだよ。作ってみた。あ、取れちゃう取れちゃう。激しくやると取れちゃう。ボタン押せるよ。後ろ見ちゃダメ。何、汚いから。表しか作ってないから。何これ、ボタン押せねえじゃん。押せるじゃん、ほら。ねえ、勝て、そんな強く押しちゃダメだわ。なんで勝てんの、勝てよ。そう勝てみて。もういつもより硬いけど。いてえ。どう、ガオーレでしょ。ディスクないかも。ディスクないよ。ね、パパのディスクちょうだいよ。ね、だから遊んだらでももらえるかもしれないよ。え、じゃあ遊ぶ。これどうやって遊べるって思わない？ここに100円書いたね。うん、書いた。ここにちょっと、うん、カッターみたいなのでさ、うん、100円入れなくてもできる、これ。タダでできる、これ。家だから。もういいじゃん、いいじゃん。練習になるね。じゃあどうやって遊ぶか、じゃあ次の動画で教えてあげるね。ねえ、本当に遊べるから。今すぐ言ってやっていい？うん、だから今すぐ言ってもできるから、ちょっと待ってな。はい、ということで子供にはやっぱりヒットしましたね。俺も作りたいって言ってたけど、子供はなかなか難しいと思う。お父さんお母さんがね頑張って本領を発揮する時が来る時ですかね。はい、ということで、コツは何もないです。本当に思いつきでただ画用紙貼って、塗るとこ塗って書くとこ書いただけなので、真似してみたい方は真似してみてください。まあちょっともう一回やりたいかって言ったらちょっと難しいけどね。まあ子供が喜んで遊んでくれる分には嬉しいので、これで終わりにしたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。また明日。